は？調査兵団にするって？コニー、お前あれだけ憲兵団がいいって。ああ、そうだよ。けだよ。エレンの昨日の演説が聞いたみたいね。は？うるせえ！俺は自分で決めたんだよ。そう照れるなよ。お前だけじゃない。トーマス、まさか。あの、皆さん。長官の食料庫から、お肉取ってきました。サシャ、お前独房にぶち込まれたいのか？本当にバカなんだな。バカって怖え。後で、皆さんで分けましょう。スライスしてパネ挟んで。戻してこい。そうだよ。土地が減ってから肉なんてすっごく貴重になったんだから、大丈夫ですよ。土地を奪還すればまた牛も羊も飼えますから。俺もその肉食う。俺も食うんだから取っとけよ。当然私もだからね。お前ら何突っ立ってんだエレン。作業に戻んねえとバレちまうぞ。お昼はまだ先だよ。あれから5年経った。人類はようやく尊厳を取り戻しつつある。勝てる。人類の反撃はこれからだ。5年ぶりだな。